ロイク・レミーは、フランスリリューラ・パップ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。チャイクル・リゼスポル所属。西インド諸島のマルティニークにルーツを持つ。2006年、オリンピック・リヨンで、プロデビュー。2008年1月31日に、RC ・ランスに、レンタル移籍をすると、リーグ戦10試合3得点の活躍を見せ、6月5日に800万ユーロで、 アグックニースに移籍した。ニースでは2年連続2桁得点を挙げる活躍を見せ、2010年8月19日にオリンピックマルセイユへの移籍が発表されたが、その後のメディカルチェックで心臓に異常が見つかり、入団どころか現役続行すら危ぶまれたが、後にプレーに問題はないと判明。8月24日に正式に入団が決まった。移籍金は、 非公開ながら、推定1550万ユーロとされた。マルセイユでの初シーズンは、自己最高記録となるリーグ15得点を挙げ、他がチームは2位でシーズンを終えた。2年目のシーズンもチームトップとなる12ゴールを挙げ、同時入団のアンドレピエール・ジニャックを差し置いて、エースの座を確立したが、チームは10位と低迷した。その後、入ッするユナイテッド FC や、 トッテナムホットスパー FC など主にプレミアリーグのチームが獲得に動き2012年12月19日には入滑する遺跡へ前向きな姿勢を本人も示し年明けにはクラブ間合意の報道が出るなど遺跡は決定的と見られていたが2013年1月16日に一転してクイーンズパークレンジャーズ FC への遺跡が決定した契約は4年半 2012から13シーズンの QPR の降格に伴い、ニューカッスルユナイテッド FC へ1年間の期限付き移籍。2014年8月31日、チェルシー FC に4年契約で移籍した。2017年9月1日、UD ラスパルマスに移籍した。2018年1月28日、ヘタフェ CF にシーズン終了までのレンタルで移籍した。 2018年7月13日、リールと2年契約を締結したことが発表された。2020年8月28日、チャイクル・リゼスポルへの遺跡が発表された。フランス代表でのレミカリム・ベンゼマやサミル・ナスリラと同じ87年生まれである。2007年のトゥーロン国際大会に出場し、エスポワールにも選ばれていた。2008年3月20日、 負傷したティエリアンリの代役として、フランス代表に招集され、3月24日の B 代表でのマリとの親善試合に出場した。2009年3月28日のリトアニア戦に、ニコラ・アネルカ、ジミー・ブリアン等の負傷により、ペギー・リュインドゥラと共に追加招集された。6月2日、ナイジェリア戦で、初キャップを記録した。 2010年10月9日のユーロ2012予選、ルーマニア戦で代表初得点となる決勝点や2011年8月10日に行われたアルバニア戦で追加点を挙げた。2012年5月17日にはユーロ2012の候補メンバー26名に選出されたが、最終的にメンバーから外れた。2013年5月15日、2人の男性と共に、 不助暴行の疑いで警察に逮捕された。2012年5月27日現在、ありがとうございます。